局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押し潰すのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ、ガンダムの力は。これはサイコフレームの共振。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。そうか、しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなきゃならないんだろう。暗記せず進路変更を確実。地球から離れます。アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ちょっと連邦勝てないんでジオンやろうと思う。僕もクイーンマンさん乗ってみたいんで、そろそろクイーンマンサー、緑色のね、オリジナルのクイーンマンサーじゃないんだけど、今、一番新機体がね、このクイーンマンサー、アンネローゼキ。こちらのね、こちらを、今回は、金蔵をね、当てて、紹介しようと、大規模戦でね、使ってみて、やっぱね、ジオン側、連邦側ね、僕が基本的にはね、機体の使い方の説明は、してるんで、僕しかいないんで、はい、連邦はね、僕やってるんでね、もう各機体の使い方はもう全部やってるんで、はい、シリーズでやってますんで、ジオンはちょっとね、誰もやってないんでね、僕が、しっかりやらさせていただこうと思います。はい、では、ジオン側も、デラックスガシャコンチケット18枚ありますんで、10連、引かさせていただきます。いきます。頼む。ちょっと連邦の時はね、まさかの虹枠でね、いつもの外して、ああみたいな、その、流れをちょっとできない。いやいやー、うわーうわー、え、あ、当たった。はい、では、今回はこの、クイーンマンサー、AR の金図を使って、大規模戦に参戦しようと思います。よろしくお願いします。はい、本日のフィールドは、ダカールですね。一度連邦でやったんですが、もうその時はちょっと初見で、全くちょっとどういった動きが正しいのか、その今のダカールの状況を把握できていなかったため、分かりませんでしたが、今回は小左官部屋となっておりますので、召喚のね、皆さんの指示に従っていこうと思います。本当連邦はもうちょっと勝てないんで、
ジオンで学んでそれを連邦に持って帰ろうと思います。スパイですね、俗に言うスパイ。はい。本当に連邦勝てないんで、これダカールなんで多分これレースになるんじゃないか。1分で終わるクソマップと言われておりますが、これ頑張ってもらわないとちょっと動画的に成立しないんで、まあとりあえず初動はクイーンマンサアンネローゼ機を使用し、拠点突を狙っていこうと思います。よし、アンネローゼ機のね使い方、しっかり覚えて帰ってください。どうすんだ、あんまりちょっと指示出てないぞ。どうしたらいい、 Y から出て覚えろ、今覚えろ、 Y から出て、わみんな Y から出るんやな。で B 行ったらええんか、これ多分 B でいいんかな。エテポンゲリハプティズム行きます。よし、うわーかっこいい。一応こいつ銃撃機とな、ちょっとレッドソルジャー、をロックオンします。レッドソル、あ、やられる、いやバカめ、やられる、いや大丈夫だった。けどこれどうやって、どうしたらいいかわかんない、これ拠点殴る武器なくない、わーわー、あーエアーエアーエーが壊れ、あー B も壊れたのこれ、あどうして、ここもしかして C も壊れたのこれ、よっしゃ、 B を最終的に B を僕が持って、あちょっと最近あれだな、ほんとブースト管理しっかりできてないな。え、ジオン通用、ジオン通用、やっぱジオンなんよな、通用ジオン、やっぱ通用、結局ジオン最強、マンジジオン、マンジジオン最強、マンジジオン、マンジジンジジオンジ強い、わあ、開封するコンテナを選択してください。やっぱりね、その意識、その50対50ということでね、意識高いやつ50人と意識低いやつ50人だったら、まあおのずと意識高いやつ50人が勝つ。まあそれは本当、なんていうの、当然なことで、意識高いやつ50人がザク、旧ザクを乗っている、意識低いやつ50人がジオに乗っている、だとしても多分僕は旧ザクが勝つと思う。はい、意識上げてこうな連邦のみんな。
すんよ。これちょっと当分ジオン、もうちょっとね、ダカールの、お勉強して、それを、ちょっと連邦に持って帰って、あのみんなにね、指示してね、行こうと思うわ、うん、はい、よし。では今回はこの、クイーンマーサーの AR 機、マリンロース機でした。まあ非常にうまく使えたと思います。あのこういった使い方が、ベストですね。皆さんもぜひとも真似して、見てはいかがでしょうか。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ちょっと短いな今日は。これはちょっと短くて、クイーンマンサーのいいところが伝わらなかったかもしれんな。